ザビア、ハーバートザビア・ハーバートは、オーストラリアの作家。1975年に、オーストラリアにおける最も権威ある、文学賞であるマイルズ・フランクリン賞を受賞した、かわいそうな私の国を表したことで知られる。ハーバートは1901年、西オーストラリア州のジェラルトンに生まれた。メルボルン大学薬学部中退後は職を転々とし、オーストラリアの各地を渡り歩いた。 1927年にノーザンテリトリーのダーウィンに至るとその風土に取り憑かれた。その後1930年にイギリスに渡り妻となるユダヤ系女性のサディ・ノードンと知り合った。1938年ダーウィン周辺を舞台としたアボリジニと白人根結寺の運命を描いたキャプリコーニアを発表し作家としてデビューした。 この作品は1975年に第二次世界大戦を背景により大きなスケールで描き直され、長編小説、かわいそうな私の国として発表され、国内外に大きな反響を呼んだ。同作品は日本では、落ち道代によって翻訳出版され、1983年に日本翻訳出版文化賞を受賞している。1984年、 83歳で死去、ありがとうございます。